よーし、やるからには全力でやるけんね。うん、うちバリバリアピールしてくるけん。じゃあ行ってくるぞい、プロデューサー。うち、そんなに緊張して見えると？ちょっとドキドキするけど、大丈夫ばい。プロデューサーは心配性やね。それとも、うちのことを信用してなかった？みんな気合い入っとるね。うちも負けられんばい。そうやね、プロデューサーの言う通りたい。うちにアイドルやらせたら右に出るもんはおらんもんね。問題なかった言いたかけど、少し緊張しとるかも。けど、プロデューサーと一緒なら大丈夫たい。そげんこと分かっとうばい。ちゃんとうちのこと応援しててよ。プロデューサー、今日の衣装露出が多いというか、ちょっと派手じゃなか？そうやね、うちもプロなんやし、どんな衣装も着こなせるとこ見せないけんね。もう、そげんことばっかり言って。プロデューサーがそう言うなら、うち頑張るばい。待ってん。ここの振り付けはよし、タイミングもよし。うん、今日もいい感じたい。うん、よーし、うちの全力見せるけんね。確かにそうかもしれんね。ここまで来たらうちらしくやりきるだけっちゃね。もちろん大丈夫ばい。この日のためにレッスンしてきたんやし、大丈夫。うち、いっつもよかとこで失敗してしまうんやけど、今回は完璧にせんとね。プロデューサーの太鼓判なら100人力やね。うん、そうやね。今失敗を気にしてもしょうがないたい。うち絶対ミスなんかせんよ。今回はうちのすごいとこをアピールしようと思うよ。どこをアピールすればよか？プロデューサーの言う通りやね。うち全力でぶつかってくるばい。
ロデューサーがそう言うなら、もう頑張るばい。ありがとうプロデューサー。いやー、さすがはうちやね。自分の才能が恐ろしか。ついにうちもテレビタレントたい。これで一気に人気アイドルの仲間入りやね。うん、せっかくテレビに出れるんやけん、うちの魅力ばいっぱい伝えんとね。よーし、こん調子で本番もバリ頑張るばい。ありがとうプロデューサー、イエーイ。実はうち今回はバーリうまくいったと思っとったんよね。ありがとう。うちも前よりできることが増えてきたって気がしとるばい。ばってん、今回はオーディション、本番はもっともーっと頑張るけんね。そっちもバッチリ見といてよプロデューサー。ごめんプロデューサー、落ちてしもうた。プロデューサーのせいじゃなかよ。今回はたまたま運がなかっただけたい。うちとプロデューサーなら次はきっとうまくいく。やけん、大丈夫。うん、一緒に頑張ろう。えい、えい、おー。プロデューサー、今回はうまくいったって思っとったんやけど、運がなかったってだけじゃないんやろね、きっと。そうやね、プロデューサーが一緒ならきっとすぐ見つかるばい。よーし、じゃあ合格のためにまずはレッスンレッスンやね。うん、これからも一緒に頑張ろうねプロデューサー。あ、プロデューサー来てくれたんやね。うん、カメラも芸能人もいっぱいでパーリ楽しかったとよ。出演してるみんな歌もダンスもその上おしゃべりも上手でびっくりしたばい。ばってん、うちは普段のライブと勝手が違ってちょっと本領発揮できんかったかも。うちにアイドルさせたら握り出るもんはおらんって思っとったけど、アイドルの世界は広か。早くどこでもよか仕事ができるように頑張らんとね。うん、今度はうちの真のパフォーマンスをテレビの前のみんなに見てもらうばい。プロデューサー、うちどうやった？やろう。うちも今回楽しくて仕方なかったばい。ばってん、ダンスん時よかとこで転んだんよね。次は気をつけんばいかんね。うん、失敗してもその後にそれ以上のパフォーマンスを見せればよかもんね。よし、これからもみんなに喜んでもらえるようにバリバリ頑張りたい。